はいどうも、ニドッチです。ブランチマイニングしてきました。はい、さすがにブランチマイニングはね、皆さんに見てもらうような、面白いことも特になく、粛々と進みましたので、ちょっとアップは、悩んだんですけどね、編集もちょっと試みたんですが、どうにもこうにも、なんで、割愛させていただきました。で、いよいよですね、丸石もだいぶ集まりましたんで、はい、夜に外出ると危ないかな。まだ柵とかでここ囲ってないんですよ。まあそんなことはどうでもいいか。いよいよ家を、お家を作ろうと思います。ちゃんとした。で、まあ候補地ここですね。仮拠点からここからこう出て、この半島、半島って言ってますけど、まあ半島っていうほど広いところじゃないですけどね。おっとやばい、スケルトンが出てきたぞ。やばいやばいやばい。ガチャ。まあ脇潰しもね、まだ完璧じゃないんですけどね。あそこあたりにスケルトンが2体出てきた。朝になったら作業始めようと思います。夜の作業は無理だな。で、はい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 。うわ、水の中に逃げるの。しかしだね、もう今の俺は何せだって、ご覧ください、鎧手に入れましたよ。これやろう。よいしょ。どうよ。あ、嘘。どこ。そこかよ。これあかんな。これやばいな。早いとこなんとかしないと。なんでしたっけねじゃねえよ。ここに家を建てようと思うんですけど、とりあえず整地しようと思います。一応今の予定というか、建てた計画では、この高さで一旦全部フラットにしようかなと思います。で、あそこに木を植えてね、植林場とか言ってたんですけど、植林場はちょっとまた別のとこに作ろうかな。ジャングルがこんだけ木があるんでね、しばらくいらないっしょ。というわけで、作業していきます。3日目です。作りまして、とりあえず木を切ります。
はい、4日目です。どうしよう。ここまででいい気がしてきた。高さ、あーもうニャンニャがニャンニャが、5日目です。だいぶ平らに、ここは低すぎやな。ここで決めよう。ここでこの高さで、6日目です。でも俺何こんな焦ってんだろう。ちょっともうゆっくりやろうよ、ゆっくりやろう。このゲームはね、こうやられてくるんだよね、心がね、こういう風に。落ち着いて。ですね、当初この今いるこの高さに合わせて平らにしようかなって思ったんですけど、とんでもない豪邸になるということが分かりまして、ここでこの高さで、はい、行こうと思います。はい、この高さかな。それでもかなり無茶な感じがするな。はい、とりあえずフラットになりました。7日目です。はい、10日ほど過ぎました。湧き潰しが完璧でないんでね、夜は作業ができないと。夜っていうのはあのゲームの中の話ですけどね、まあ夜が作業できないっていうことで、夜は毎晩この拠点に戻りまして、はい、こちらが、仮拠点ですね。で、久々の玉ひゅん映像で砂を積んでまいりました。で、はい、こんな感じに土台がなります。はい、あの見えるかな、もうちょっと高いところまで積みますが、いやこれ高く積んでも小さくなるだけだな。まあちょっと分かりやすいかな。まあ階段で高い、高台に登って、で、丸石で囲った部分が土台になります。はい、土台になります。でこのあとここに、そうですね、土台は丸石ですけどね、あるのはあのジャングルの木だけなんで、まあ、木材を使ってこう柔らかい癒しの空間にしていこうかなと思っております。はい、危険かな。はい、土台をですね作りまして、はい、まあ、って言ってもですね、そんな凝った作りじゃないんです。あの地形に合わせて土台を作って、はい、まあここがリビングですね。広すぎたな、絶対広すぎた。はい、で、ここは廊下ですで、ここに寝室を作る予定です。はい、で、庭です。はい、で庭って言ってもですね、あのマインクラフトをやってらっしゃる方はまあ大体お察しと思いますが、多分畑になります。で砂地もありますんでね、ここにサボテン植えます。はい、
まあ、あの効率優先になっちゃうんですよね、景観優先よりも、うん、残念な話なんですが、まあ、多分そうなると思います。でこの庭もあの畑にするには広すぎるので、多分、木を植えると思います、ジャングルの、はい、一気に景観が損なわれるかなと思います、はい。ああでもまあわかりません、わかりません、わかりません、どうなるかわかりません、はい。であの土台を作って家になる部分にですね、とりあえずあの角のところは色をちょっと変えようかなと、はい。柱っぽく原木を使ってます、ジャングルのやばいな。とりあえずね、次ここをね伐採しようと思ってるんですよ。でその後またこの仮拠点のこっち側ですね、でこうやって見ると俺結構伐採しましたね、この辺全部ジャングルでしたからね、だいぶ伐採したな。まあこうやって森林は失われていくんですね、何の話だ。てな感じで頑張って作業を続けます。はい、建設、自宅建設2週間ぐらい経っております。湧き潰しが甘いので夜はですね、あの仮拠点の方へ戻って寝てますので、あまりはかどらないといった感じです。はい。で、今壁を作りました。あのところどころボコボコ隙間があるところはですね、窓ガラスを入れたり、扉を入れたりするところですね、はい。なかなかもう十分あの1階建てで十分な広さが確保できているようなので、平屋建てで行こうかなと、はい、思っております。そしてあの問題の木材なんですが、はい、隣のこのなんていうかサシ、はい、ここに生えてた、木はですね、すべていただきました。はい。ここに植林場を作ろうかな。うん。それもいいですね。はい。てな感じで、はい、作業を続けます。